レビ。オニマル珍道中。じゃあオニマル師匠、はい、オニマルテレビが始まって早1年なんですけど、はい、それでですね、はい、今回はオニマル師匠が MC として番組にちゃんと愛着を持っているか確かめたいと、うん、持ってるよそれは愛着持ってるよ。まあでもまあその確認するためにちょっとこんな企画をご用意しました。はい、はい、6問は言ってほしいなと思ってます。言ってほしいな、はい、答えはもう1回しか答えちゃいけない。もちろん今日他にも名前あ懐かしいですね。僕は小学1年生から太ってて、うん、でずっとキノコカットだったんですよ、うん、なんでもう小中高はいはいはい、植木恋愛研究所。もう記憶はないのよ。だから普通に当てに行くクイズになってんだよ。キノコ頭だったんですよ。だから子供の頃のあのあだ名が何々ですよって言って笑いになるような答えなはずなんだよね。ちなみに、はい、実際に存在する人です、うん、ああ、ビートルズ、うん、でずっとキノコカットだったんですよ、うん、なんでもう小中高をあのサモハンキンポーク。あーそうだ、思い出した、太ってできた、サモハン、あーもういきなり慰安旅行なくなったよでちょっとですね社長、これちらね、あのオニマルテレビっていう番組 で、はい、でここちょっとどっか貼らしてもらえる場所あると。はい、好きなとこ貼ってください。好きなとこ貼って、あこのあのあれよ、もうダジャレばっかり言ったりして、おでこかほっぺかなんか自分のところ刺した気がすんだよな。ただね帽子なんだけど、おでこ、おでこだ、おでこ。でここちょっとどっか貼らしてもらえる場所あると。はい、好きなとこ貼ってください。好きなとこ貼って。ねえ、またね、この人向け入ったところでね、どこ行こうかな。あ、また、ほんとめんどくさそうなリアクション撮ってんね、俺ね。本当に。森山さんはそうっすよ、いつも。よくないね。こうやって客観的に見るとね。もうちょっと拾って、なんか楽しげにやるべきだよ。スタッフから質問があるんだって。はいよ。オニマルさんのどんなところが好きですか、だって恥ずかしい。オニマルね、俺恥ずかしいから聞かないでいるよ、聞かないでいる。ね多分菊蔵さんがねいつも褒めてくれるのね、この人に言われたくねえなって思って聞いてんだけど、能天気なところみたいな。あ、だからへこたれない。結構俺しくじったりとかしてて、普通だったらもうそこでポシャっちゃいそうなところをしくじっても答えない、気にしない。恥ずかしい。俺ね、俺恥ずかしいから聞かないでいるよ、聞かないでいる。感情がむき出しなところが好きですあれ、あ、そう、そっか、あ、そういう風に言ってたか。もうこれ飲みながらやったから本当に覚えてないのか、なかったのかもしれないおお、ペットショップね。あ、じゃあ行きますか。はい、はい、おお、これは本当めちゃめちゃ覚えてるよ昭和という時代が過去のものだというのを肌で感じた、あの私のボケに対するこの平成生まれのスタッフたちの冷ややかな目あの変身マリです。あ、じゃあ行きますか。はい、はい、おお、どうも変身マリです。ボケが古くてみんな分からないっていうね本当にだ
誰ですかみたいな顔して誰も笑ってなかったね。正解。よっしゃ、取った。よし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 。アカデミー賞あったか。オッケー。よし。もうあれです。もうミスは許されない状況ですね。あと、そうっす。あとがないです。はい。次間違えると自動的に、罰ゲーム決定です。はい。あのよく動画サイトで見る、はい、なんかこう一人バンドみたいな、はい、全部一人でやってみたんですね、はいはいはい、あんな感じもできるかもしれない。取り入れたパートは何？作った時、あ、4つ言ってけばいいのね、はい、ボーカルでギターでベースにドラムです。これ多分今南浦の自宅で見るのが初めてになります。皆さんと一緒に見たいと思います。どうぞ。あ、だからそうだよ。だって俺がやってんだから。Do you know it？ すげえ高く入っちゃって。俺も家で見ながらびっくりした。ええー、高っつっちゃう。勝ち越せればやりたいロケ。そうです。いろいろあるからね。それじゃあ やってみましょう。はい。自分のタイミングで、はい、これはな、1回、いや2回飛べたかな、1回で2回目で引っかかった気がする。あ、2回飛んで3回、2回飛んで3回目で引っかかった。2回、2、1回も止めてねえのか、もしかして。1回やった。残念。あ、ということで罰ゲーム決定でございます。罰ゲーム何？じゃあこちらです。はい。はあ、これさ、売ってるものなの？勝手に作って勝手に食わせようとしてない？大丈夫、ちゃんと殺菌されてるものです。ちゃんと殺菌して大丈夫。まあちょっと俺の番組への愛が足りなかったっていう、これはもう、もう紛れもない結果ですんで、食べます食べます。今と以降もよろしくね。次回もお楽しみに。